2013年3月2日、文化庁による若手アニメーターの育成プロジェクトとして4本の短編アニメーション作品が上映されました。多くのファンの注目を集めていたのが新スタジオトリガー制作リトルウィッチアカデミア。公開初日の舞台挨拶、大勢の観客が詰めかけました。続きまして、株式会社トリガーからリトルウィッチアカデミアを監督された吉成洋監督とアッコ役の潘恵さんです。どうぞ。本作の監督、吉成洋さん。世界中にファンを持つカリスマアニメーター、満を持しての監督デビューです。では続きまして、トリガーから作画の好きな方と吉成洋さんというビッグネーム聞いたことある方も多いと思いますが、ちょっと驚きなのが、23分の、アニメーション、これちょっともう少し今回尺がありますけど、普通は、2000枚から3000枚で1話作るのが普通のところ、なんと1万7000枚作画されていると。貴重な税金を投入しての事実ですね。無駄遣いするわけです。結果的に無駄遣いしてしまったんですけど、その無駄にしてはいけないなということで、みんなにもそれなりに頑張っていただきました。素人とは言えないまでも、そうですね、まだ未熟な者たちなので、最初はもう全然使えないという状態で、いろいろ厳しく指導しました。あの吉成洋が新人を教育する。業界内では驚きの声が上がりました。参加する8人のアニメーターのうち5人が原画経験の浅い若手スタッフ。もちろん劇場アニメーションを手掛けるのは今回が初めて。そう「リトルウィッチアカデミア」の舞台裏にはもう一つの学校があったのです。全然違いますよ。全然違います。すいませんでしたけど、本当ありがとうございます。これでいいかなって思ったら、やっぱりなんていうの、数段上の修正が返ってくるんで、あ、全然ダメだ僕ってなります。半年間の濃密な時を共に過ごした5人の若者たち。毎年いい格好見せようとはしゃぐバカがいるが、そんなやつは容赦なく減点だからな。久しぶりだからすごく楽しみ。彼らは天才吉成監督が打ち立てた高いハードルにどのように向き合ったのでしょうか。私日高のり子と共にその創作の日々を振り返ってみましょう。東京都荻窪アニメスタジオトリガーは2011年に設立されたばかりの新しい会社です。所属メンバーのほとんどがガイナックス出身。天元突破、グレン・ラガンなどで知られる人気アニメーターたちが次のステップを目指して設立しました。密着撮影初日、吉成監督は絵コンテ作業の最終調整に入っていました。2週間でこんなのかけた試しないですよ。いや、そんなことないでしょ。いや、ないですよ。今なんか思い出せないだけじゃない。コンテ用紙に直で書くと結構なんかやり直しが効かないっていうか、間にこうもう一カット入れたりとか。このカット外したりとかいう時にちょっと面倒なことになるのがなんかちょっとストレスというか。逆に箱書きだとその描きたい絵しか浮かばなくて、そのカットつなぎをどうしようとかっていうのなんか流れが分かんないですよね。コンテーションに書くとそのページの流れとかを考えながらやるから、あ、ここちょっとうかつに書くとまずいとか言って考えてから書こう。それなんか漫画の描き方なんじゃない？もう漫画の近いですよね。なんか枠があると書きづらいんだよな。コンテの書き方は人それぞれ。吉成監督はまずイメージする画面をランダムに描き、それをパズルのように組み合わせるという手法。唯一の難点はついつい大盛りになってしまうということ。実はこの時今石さんもキルラキルのコンテが難航中。今石さんも書かなきゃじゃないですか。僕も書かなきゃですよ。2週間で書けた話がないっていう頑張ります。はい、お疲れ様です。この日の夜、これから作画に入るアニメーターたちが初めてトリガーを訪れました。5人の若手アニメーターたちは全員がガイナックス出身。こんないいんですよ。こんなに引きてか男ばっかり。今日はリトルウィッチチームの初顔合わせ。合計9人の作画チームで翌年3月の上映を目指します。じゃあ吉野さん一言どうですか。そうですね、まあ、あくまで新人育成のための企画ですので、主役はそちらの皆さんということで、そうですね、私はちょっとなんとかまあ足を引っ張られるいやいやいい感じの場を提供できればいいかな。そうですね、まだコンテも上がってないんですけど、それも今これから出さなきゃいけないものがまだ、今日アップではあるんで、はい、そんな感じではあるんですが、まあぜひ頑張ってやれればと思いますので、よろしくお願いします。今回の主役はこの5人。皆さんのプロフィールを見てみましょう。金子優斗さん。26歳、担当パートは地下ダンジョンでのミノタウルスのシーン45カット。実は担当の割り振りは立候補制だったのですが、化け物と筋肉を描くのが得意という理由でこちらを選択。三宮翔太さん26歳、ダンジョンを降りたダイアナたちのやり取りからゴミ捨て場のシーンまで57カットを担当。演出のアイディアや小ネタを考えるのが楽しいという理由でアイテムや小道具の多いパートを選びました。はあ、坂本勝さん28歳、担当はタイトル前のオープニングすべて44カット。メダカボックスでは作画監督を務めた一番の先輩格。今回は得意の日常芝居ではなく、華やかでファンタジックなアクションに挑戦。伝道久夫さん27歳、出ておいで。担当シーンは宝探し開始のシーンとドラゴンがダンジョンを飛び出してからのモブシーン、合計55カット。あえて他の人が選ばないであろう地味で手間暇のかかるシーンを選んだとのこと。半田修平さん28歳、担当シーンはアッコとドラゴンの戦闘シーン44カット。一番かっこいいところを選びましたという、なんともシンプルな性格の持ち主。このメンバーを集めたのはプロデューサーの堤直子さん。天元突破グレンラガンでは制作進行を務め、5人が新人動画マンだった頃からの付き合いです。実は吉成監督の奥さん。吉成さんとのコミュニケーションにせよペースだのはもう把握してるから、あんまりそこの辺は苦労ないのかもしれないですね。いやー、把握してるっていうのはなんかもうとにかく要求が高いは高いと思うので、それをどうやってみんなが、ね、まあ物量もかなりあるんで、それをどうするかはもうみんなにかけるしかないというかそんな感じですね。私も楽しみにしています。いや本当お願いします、よろしく。3日後、8月6日、この日はアニメ未来プロジェクトの説明会。トリガー、マッドハウス、ゼクシズ、ゴンゾの4社から60名のアニメ関係者が集まりました。皆さんおはようございます。静かですね。返事が。でも私はこの静かな控えめな声が好き。アニメーターですから。プロジェクトマネージャーを務めるアニメーターの上村と申します。それではですね、アニメ未来の運営を取り仕切るのは文化庁からの受託を受けた業界団体、通称ジャニカ。コンペで選ばれた4社に対して国から提供される資金は1作品につき3800万円。効率優先になりがちな現場に対し育成に関わるコストを保証することが目的です。過去一の最低限クリアしていただきたいことというのはですね、いくつかございます。そういった違反が目につきますとですね、こちらとしても何らかの対応を取らざるを得ませんし、最終的には契約の解除という話にも発展していく話ですので、くれぐれもご注意ください。アニメ未来が設定するルールは非常に多岐にわたります。例えば作画スタッフ全員が同じ場所で作業を行い一つの時間を共有すること、自宅での個人作業は原則禁止。作画の修正は指導者が全て直してしまうのではなく、できる限り口頭で説明して本人が仕上げること。育成対象となる若手アニメーターは事務局が主催する合宿や全体講座への参加が義務。横のつながりを深め技術や知識の向上を図ることなど、若い原画マンたちがしっかりと学び成長できる環境づくりが最優先とされているのです。説明を聞き終えた吉成監督は少々複雑な表情。そうですね国のお金で遊ぶってわけにはいかないですからね。理想のフィルムを作るっていうのとは違いますよね。なんかその作る工程が大事というか、あんまり 100% の力を出そうとするとかえってまずいことになる。ちょっと抑え気味にやらないといけないかなっていう。セーブしなくちゃいけないかですけど、いやそんなのできない。言うだけですから。いつも口ばっかです。うちの人みんな最初同じこと言うじゃないですか。え？うちのクリエイターさん全員同じこと言います。一番最初に。あ、そう。パンソだってクレーンだって。じゃあまあひどい目にあったから今回うまくやるよみたいなと言うんだけど、できた試しはない。やり始めたらみんなカカッとなってってやっちゃうんですよ。実際どうなったかはご存知の通り。8月30日、作画開始からおよそ2週間、トリガーの若手アニメーターたちはレイアウトと呼ばれる作業に取り組んでいました。吉成監督の絵コンテや設定画を参考に各カットの配置や動きを下書きしていく工程です。この時点での上がりカットは0。吉成監督のチェックが厳しすぎるのかと思いきや、今日初めて見せます。貯めて。時間かかっちゃって。時間かかっちゃってです。半田さん、その後もひたすら見ては直しの繰り返し。ようやく見せる覚悟ができたのはすっかり夜も更けた頃。最初からパースがつきすぎてるかなという。ちょっとモデルが小さいとしてもちょっとがこう下がってるポーズなんだけど、なんかこう前にグッと乗り出す時もずっとこのポーズなので、ちょっとこの辺流れをこうなったり、こう力が入る時はこっち側につらせるとか、流れを作んないとちょっと力がグッと伝わった感じが出ないので、ちょっとポーズの変化にメリハリをつけるというか、よかった方がいいかなと思いますね。直線的に動くんじゃなくて、円を描くようにちょっと予備動作をとって動かす方がすごいだと思います。大幅な直しが入ったのは、体を起こす時の腰の動きでした。物語の後半、アッコが魔導石を奪ってスライディングするこちらの2カット。座った状態から立ち上がり、そのまま中腰で失踪。スライディングで魔導石を奪ってもう一度立ち上がります。この立ち上がる時の背中の形が今回の修正のポイントです。走っている間は腰が下がり、背中を反らせた状態。立ち上がる瞬間だけ背中が丸まり、流れるように元に戻ります。こうすることで、立ち上がりでためた力が逃げずに背中を伝わって前進する勢いが生まれるのです。力が逃げちゃうとか、こんな考えたことなかったかもしれないですね。全然違いますよ。全然違います。気持ちよさとか、あと何ですか。違いますよ。絵が違いますよ。初めて実感する吉成作画との落差、悩みの日々の始まりです。作画開始からおよそ2ヶ月、本番用の背景美術が上がり始めました。リトルウィッチアカデミアの世界観を支える背景美術、その制作現場とは。これ今あんまり見ない光景ですね。やっぱり珍しいのかなと。大体最近の美術はもう 80% ぐらいデジタルなんじゃないですかね。もろ絵の具ですもんね。そうですね。ポスターカラーっていう。私たちも使ったことのあるものですね。画用紙とポスターカラーっていう小学校と同じ画材で描くんですけど、からあんな魔法のような絵が出てくるんですね。いえいえ。こちらが実際に本編で使われた背景美術の実物です。繊細な筆跡はまるで絵画作品のよう。すでに貴重になりつつある手書きの技術を今のうちに記録に収めておきたい。金子さんの机に固定カメラを置かせてもらうことになりました。机だけ見ると完成してるかわかんないですね。プロの机みたいですね。いや、プロの机ですね。いやいやいや面白い。それでは一日の作業の様子を早送りで見ていただきましょう。まず下塗りで全体のトーンを決めてから、木々の陰影で奥行きを表現。塔全体に色をのせ、バランスが見えた時点で一旦休憩。後半は一気に細部を描き込んで密度を上げていき、最後は絵の具を乾かして終了です。すごい。近づいてみると本当にすごい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。合計結局9時間丸々と見たところでしたね。すごいです。何秒のカットでしたっけ？あ、これ結構長いんですけど、ね、DG オンリーのパンダウンするので3、4秒か5秒か。長いんですかそれ？まあBG オンリーなのでそうですね、作画の人たちは1秒のカットに1週間とかかかったりもするでしょうしいいえ金子さん、この時期の作画チーム、実はもっと非効率な状態だったんです。青い付箋がレイアウト、黄色い付箋が原画の上がり、予定では表の半分が黄色くなっているはずだったのに、若手1人につき1カットずつしか OK が出ていないという状況。5人中4人がレイアウトの段階で足踏みを続けていたのです。この日指導を受けていた伝道さんもその一人。ほとんど動きがない会話カットの修正、一体何が問題なのでしょうか。吉成監督が描いたこちらの図に秘密がありそうです。今どういうことを言われたんですか？立ち位置でそこから見えるパースがちょっと違ってるっていうのと、あとコンテで意図したアングルじゃなかったで載せちゃいました。僕も若干上の方から撮ってて、実際はちょっと煽って下から見た方がいいよ。っていうところですね。あと立ち位置の関係上、目線がこっちに行ってなきゃいけないというか、こっちの方に向かってるっていうので。ああ、なるほど。そうですね。こっちは真ん中に目線が行ってるんですか。そうですね。こっちに目標があって立ち位置、うん、この位置関係上こっちに目標があるっていうのだったんですけど、うん、自分はこっちだった。うん、こっちも行っちゃってるし、カメラが上にいるっていう。暴れるドラゴンを見上げる先生、その奥に並ぶアッコたち、複数のキャラクターのやり取りをスムーズな流れで見せるためには、それぞれの位置関係をしっかりと理解しておく必要があります。はい、じゃあ頼んだわよ。先ほど吉成監督が描いていた図はそのためのもの。5人のキャラクターと4台のカメラの位置関係が描かれています。カット268はドラゴンと先生の間にカメラがあるので、目線は右側が正解。263のカメラ位置は遠目の真横なので、ほとんど角度がつきません。269はやや奥からのカメラ、先生の体は斜めになります。271だけは実は嘘をついています。わかりますか？こうした配置図を頭の中でイメージしながら描くこと、これもアニメーターに求められる基本スキルなのです。それは言われたらその通りだって思うものなんですか。そうですね。言われるまで気づかないのが恐ろしいですね。うまくなるとそれは分かるものなんですか。いや、分かるんじゃないですかね。つながってみないと自分には分からないですね。ああ。分かるといいですね。分かっていきたいな。11月15日、アニメ未来事務局主催の全体講座が開かれました。間に合わない、間に合わない。間に合わないよ。何してるんですか。仕事しないと間に合わない。仕事しないと間に合わない。わざわざ小さくコピーしたレイアウト用紙を用意して、わずかな合間を狙っての作業。三宮さん、授業が始まったらしまわないとダメですよ。この日の講座はカメラ講義と撮影実習。論理的に正しい構図の撮り方を学ぶために一眼レフカメラを使った本格的な撮影を経験します。で繰り返しますけども、ピント、それから露出、構図、それから機材の使いこなし、中でもこのレンズの画角という部分ですね、作画の部分に非常に大きく影響してくる部分ですので、共通項目も多いんじゃないかなと思います。はいね、講義の後は撮影実習へ出発。一人一台カメラを下げて近所の神社で撮影会です。同じ風景を見ているようでも切り取り方は人それぞれ。半田さん、それ何撮ってるんですか。ボッチョって方言か。なんですかボッチョ。突起物。突起物。独自の視点をお持ちですね。いや、そんなもんないですよ。連日机にかじりつく日々の中、こうして太陽の下に出ることさえ久しぶり。束の間の開放感です。やりたいんだけど、もっとやろう。ちょっとエフェクト練習するから、エフェクトの練習になるなと思って。何やるっつった。エフェクトの練習になる。どういうこと。動画どういうこと。何動画で撮る。あ、いや、そのばらけ具合とかがさ。いいよ。ああ、ダメ。明かり。だって。エフェクトの練習ってこと。なんかさ、ほら、うまく均等にバラになってくれないじゃん。エフェクトをこう。ああ、その。バラケか。かっこいいバラケ具合になってほしいな。本当に参考になったのかしら。明日からはまたスタジオでの作業に戻ります。2013年1月8日、お正月明け、トリガーは同じビルの別フロアに引っ越しました。まだまだ片付け真っ最中。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。引っ越ししたんですね。はい、無事に終わりました。まだなんか中途半端な感じですけど、部屋の中。社長自らちょっと今加湿器に水を足しても進捗いかがですか。今原画がもう終わってるはずなんですけど、若干残っているようで少し遅れてますけど、でもまあ目処は立っているので、なんとか少し遅れるけど終わりそうという感じですね。結構引っ越しでバタバタしちゃったとこもあるんですかね。それだけじゃないですけどね。ちょっとそれはあるかもしれませんけど、この時点の原画上がりおよそ3分の1、全400カットのうち作画が上がって色がついたものが100カット、それをまとめたテスト映像を見せてもらいました。若手の担当シーンを見てみると、色がついているカットはごくわずか。ほとんどがレイアウトの線画を取り込んだだけの未完成な状態です。背景はすっかり完成しているのに、キャラクターは真っ白というカットも目立ちます。唯一安心できる状態なのはミノタウルスのシーン一連。原画経験1年の金子さんが担当した部分です。リトルウィッチチームは午後2時出社がルール。ほとんど誰もいないスタジオに金子さんの姿がありました。早いですね。はい、あ、お久しぶりです。久しぶりです。早い。あ、出社がですか。はい、そうですね。昨日帰るのが早かったんで。何時ぐらいですか。2時ぐらいです。それ早いんですか。みんなはもっと遅くまでやってたんで、あ、もう追い込みの時期だし、自分の分はあと少しですけど、また全体で見たらだいぶ残ってるんで。これからじゃあカットを引き受けたりすることになるんですかね。多分そうだと思うんですけど。うん、そうですかね。やります。当初から順調なペースで作業を進めてきた金子さん。担当分はわずか2カットを残すのみ。金子さんの作業ペースは後半に近づくほど速くなっていました。自分の分をできるだけ早く仕上げて、負担の大きいカットをたくさん抱えている仲間を楽にしてあげたい。特に気がかりだったのは隣の席の坂本さんのこと。どうですか。一段落したんですか。いや、まだしてません。どうしようかなと。ちょっとカットが返ってきてたんで。いや、最初書いたやつはもうダメでしたね。最初書いたやつはダメだったんで。あ、そうなんですか。まあラストまでは書いたんですけど。なんていうかね。白いところが、あ、これレイアウトなんで、はい、動きの流れを書いて、ピンクのところが吉成さんで、白いところが僕を続き書いただけなんで。何が違うんですか。あ、もう全然動きが違いますよ。演技というか。僕は割とコンテ風に書いてたんですけど、はい、コンテ風に書いてたらなんかちょっと動きに面白みがなかったというか、はい、アドリブがもうよく分からなくて頭の中で想像できなくて、とりあえずコンテっぽいものを書いたら、うん、吉成さんが一からこう書き始めて、そしたらちょっと動きがやっぱり変わってきて、はい、ああ、なるほどって。一体何が違うのか見比べてみましょう。前半のピンクが吉成監督、後半が坂本さん。確かに前半の方が軽やかではありますが、坂本さんが描いた後半も十分魅力的な動きに見えます。どうやらアニメーターの目には私たちにはわからない違いが見えているようです。そうですね。大丈夫かな、わかんないんですよなんかちょっとやってるうちに若干こうネガティブになってる部分ないですかね。いや、もう僕元からネガティブなんであ、これでいいかなって思ったらやっぱりなんていうか数段上の修正が返ってくるんでああ全然ダメだ僕ってなりますね。まあ、自信も元からあったかって言われたらそこまでないんですけど、それでもやっぱりこうなんだろう、ああ天才ってこんな感じなんだって思いましたね。やっぱ間近で見て。結構ずっと長く考えて書いたやつとかを、吉成さんが修正する時とかはもう1時間2時間とかでザーって書いちゃったりするんで自分の引き出しの狭さにこう少なさに若手アニメーターたちが揃って口にする天才という言葉、その正体は一体何なのでしょうか。この日吉成監督はレイアウト修正の真っ最中。再び固定カメラを使って作業の様子を記録してみました。世界が認める吉成作画の極意とは果たして。吉成監督の作業を見守っていると、とにかく線に迷いがないことに驚きます。消しゴムの使用は最小限、こうして絵をパラパラめくる動作も若手に比べるとかなり回数が少ないようです。必要な絵は頭の中ではすでに出来上がっているとばかりに、みるみるうちに作業が進みます。あら、何か見つけたみたい。アッコの走りの一枚、どうやら位置を修正するようです。タップ穴の部分を一度切り取って位置をずらして貼り直します。効率よく作業を進めるための昔からの技法です。カットを担当した三宮さんが2日間悩み抜いて描いた9秒のカット、ほぼ全部の絵に手を入れてかかった時間はたったの4時間。三宮さん担当分の作画修正はこれが最後。前後も合わせて合計3カットが手元に戻されました。すいませんとしか言いようがないです。本当ありがとうございます。多分他の人が修正とかしたら全く別物になって戻ってくるんでしょうけどある程度どころかほとんど拾ってくれてました。うん、こんなことできるんだなと普通は無理だなと思いますけど。実はこのダイアナが壁を蹴る動作は絵コンテにはない三宮さん独自のアイディア。見比べてみると吉成監督は基本的なポーズはほとんど変えずに、しゃがんで伸び上がるこのメリハリ感だけを整えてくれているのが分かります。だから私が型をつけなければ。ではごきげんよう。こういう風な画面でやりたい、下に最初に書いたやつを全く別のにならないでそれを汲み取って書いていただいてて、汲み取って自分がこうしたいっていう気持ちを抑えてちょっと下手な僕らの動きに合わせてくれたってことなんで、ちょっとどころじゃないですけどでもそういうことしていただいたから何のためらいもなくちゃんと教えてもらったことを受け止められましたこここうだよって言われたら全く迷いもなくそれが 100% 正しいと思えたんで、弟子としては嬉しいもんですか。弟子って言っていいですかね、申し訳ないですけど、いや最高だと思います時間を割いて教えていただいたのでありがとうございました。アニメーター同士だけで通じ合う絵を使った無言のコミュニケーション、締め切りまであと1月。1月10日この日は銅剣と呼ばれる作業に立ち会いました。銅剣とは動画検査の略称。文字通り上がってきた動画を1枚ずつ検査し、中割りのミスや書き漏らしがないかチェックする仕事です。動画枚数1万7,000枚分の間違い探し、集中力と根気の必要な特殊技能です。私銅剣さんっていう、その銅剣の仕事っていうのを目の前で見るの初めてです。はあつまんないと思います。いやいや面白いです、面白いです。だってずっとこうやってるから何どこ見てんだかわかんないじゃないですか。どこ見てるかわからないですそうですよね。ただペラ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 。でも要はそのパラパラ漫画のようにこう今その爪の動きがちゃんと。そうですね。多分なんか何回もやるのは最初この辺見て、はい、それからこの辺見て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 とかそれで見ていくんで、こう。全体を見てなくてこう部分的なところから見てきたりとかで、それで大丈夫だったらこう全体見たりとかいろいろするんで何回も何回もさっきの鉛筆で線入れてたのはどの部分ですか？鉛筆で線入れてたのはこの歯の、はい、歯の影がないのとあるのから、はい、中を割るときはちょっとずつこう出てくると、まあ、いきなり影が出現したように見えなくて、まあ、いいかなっていうところを何もなかったのでちょっとピュッて足したぐらいの。物語の終盤、アッコが魔法の呪文を唱える前のこのカット。ドラゴンが首を振り上げたこの一瞬、口の中の影の有無。右側が小杉さんのチェック前の状態。この小さな違いに気づくのがプロの目なんですね。マクメル、ミクメル、メットだね。作画のスケジュールが遅れていても、いわゆるポストプロダクションの作業は最終納品の締め切りに合わせて進んでいきます。この日はカッティングの作業日。通常は監督だけが立ち会う作業ですが、今回は勉強のため若手全員で行くことになっていました。行けるなら見といた方がいい。2人ともなかなか立ち上がろうとしません。作画の作業に集中したいのです。行くんですか？作画さん行きますよね。仕事したいっていうか終わらないただでさえ終わらないのに気が緩むというか、うん、どの仕事だよ見に行くの気が緩いんだよそう僕は緩むんだよ作画以外の工程になるべく積極的に参加させることこれは若手育成にあたってトリガーが定めた目標の一つです。一般的なテレビシリーズの場合、原画を提出した後は放送されるまで二度と自分の絵を見られないというケースがほとんど。こうした場所に立ち会うのは5人とも初めての経験です。カッティングとは決められた尺の長さに合わせて映像を省いたり削ったりする作業。まずは頭から再生し、全体の印象を見てみます。全編プレビュー完了。編集の坪根さんは微妙な表情。今24分30秒にはなってるけど、これが限界ですよね。もう一回やらせてくれる余地はある？やっとかないとこれ多分しんどい。ちょっと聞いてみますわ。アフレコじゃなくてダビングの方のちょっと。ここから短くするっていう話なんですか。そうです。今25分が最大長く使える尺で、今24分半で本編は終わってるんですけど、そこからエンディングロール30秒で流さなきゃいけない。それがもっと24分に本編をして減らすって感じなんですけど、切れるところがなさそうかな。メニューによって間が変わっちゃったりとかもするので、絵を完成させないとちょっと編集の方もちゃんとできないかなと。一番心配なこととか楽しみなこととかって何かありますか。心配ながらできるかどうかってことですよ。それは間に合うのかなっていう。まずはとにかく絵を完成させること。1月13日、結局未完成な映像のままアフレコ作業に突入。この日一日で全てのセリフを取り終えます。カッティング同様、作画作業を中断してのアフレコ見学。少しでも何かを得てくれたら嬉しいんですが。大丈夫です。お願いします。まずはキャスト全員揃ってのテストから。にとって学校での初めての飛行だ。今日は鳴らし運転だけだから調子に乗って飛ばすなよ。毎年いい格好見せようとはしゃぐバカがいるが、そんなやつは容赦なく減点だからな。久しぶりだからすごく楽しみ。そしてこの後は私日高のり子の出番。今日は実践訓練を行います。この塔は古代の迷宮の上に建てられていますが、本日の課題はその迷宮により他に隠れた宝物を探し出し持ち帰ること。よりレアな宝物を入手したチームには高い得点が与えられます。制限時間は3時間。日頃学んだ魔法力を存分に生かして先生を驚かせてね。ではこのブロックは一旦ここで終了。脚本を書いた大塚さんと吉成監督でキャラクターのイメージについて相談します。もっとやっちゃっていい？ええ、もうちょっとチャラカ先生というかあんまり一生懸命やってない感じの若干おっとりした感じですかね。あんま厳しくない感じ、ほわんとしている。キャストへの指示は音響監督の渡辺さんから伝えられます。指示の内容から大きくイメージを膨らませ、いかにキャラクターらしい声を生み出すか、それがアニメーション声優の腕の見せ所です。じゃあ先生先行きます。はい、お願いします。お願いします。今日は実践訓練を行います。この塔は古代の迷宮の上に建てられていますが、本日の課題はその迷宮におり、そこに隠れた宝物を探し出し持ち帰ること。よりレアな宝物を入手したチームには高い得点が与えられます。制限時間は3時間。日頃学んだ魔法力を存分に活かして先生を驚かせてね。では。はい。ありがとうございました。いや、そのなんていうかな、ドキドキワクワクみたいなね、そういう気持ちを、今日の気持ちをね、そういう若いアニメーターの方たちにはこれから長く仕事を続けていく上でずっと今日のこの感動の瞬間をなんか覚えててもらいたいななんて思いますし、固定の概念にとらわれずになんか自分たちならではのものをねどんどん見つけてチャレンジして、でもしかしたら怒られちゃったりする時とか、それが不採用になっちゃうこともあるかもしれませんけど、でもやっぱり小さくまとまらないでこう大きくボーンと育っていってもらいたいなっていうふうに思います。はい、1月14日、この日の東京は記録的な大雪。いつもはひょうひょうとしている半田さん。今日はいつになく真剣な面持ち。長い間取り組んでいた花火の原画が完成に近づいているようです。最近のアニメでは花火の表現は CG がほとんど。しかし半田さんは火の粉の一粒一粒まで全て手書きで作画して完成させました。物語のラストシーン、アッコの思いをキラキラと象徴する最後の見せ場です。描いた原画の枚数はエフェクト用の素材も含めて全部で38枚。手探りだったんで時間かかりましたよ。トータルで1週間とかかかってないかな。何秒の活性でしたっけ？4秒12ですね。バーンってバーンってそう報われてほしいですね。いやでも最後ですもんね。最後ですもんね。そうですね。撮影の指示も結構盛り込んだので。はは。多分時間かかると思いますよ。あ、それがそうなんですか。そうですね。ブック叩き。はい。あとは動画さんと仕上げさんと撮影さんにちょっとよろしくお願いしますという感じでございますでしょうか。出来上がった原画はこれから一気に完成映像へと向かいます。原画マンの仕事はここまで。半田さん、お疲れ様でした。トリガーと同じビル内にある CG プロダクション3次元リトルウィッチアカデミアの撮影処理は全てここで行われました。撮影監督は天元突破グレンラガンでもおなじみのベテラン山田豊則さん。撮影の作業はアニメーション制作の最終工程。アニメーターからの指示をもとにパソコン上でさまざまな特殊効果を加える作業です。ツールとしてはコンピューターを使っているものの、加工の発想自体は案外アナログ。例えばこの叩きと呼ばれる処理、セルアニメの時代から引き継がれた技法です。紙で作られた叩き素材をパソコンに取り込み、デジタルで扱いやすいようにアレンジしました。半田さんのレイアウトに合わせてまずは4枚並べてみます。ちょっと動いて見えるのがわかりますかね。はい。水色のが叩きですか。ちっちゃい点みたいな。はい。ちょっとなんかこう派手になりますね、やっぱり。そうですね。これが要はこのオレンジ色の花火が消えてる間にずっと送られてあると、まあそれっぽく見えるかなと思うんですけど、でもねこれなんで何か圧倒的に足りないってことが分かりました、うん、大花火の動画枚数は46枚。この滑らかな動きと合わせてみると叩き4枚では到底足りません。まあ多分この絵が動いてる間は全部必要かな。20枚弱ぐらいは必要ですね、半田さん他の作品とかだとやっぱ時間がなくて、どうしてもラフっぽい感じになっちゃったりするんですけど、今着てるものは全て仕上げようとしてるものを感じるんで、やっぱそういうのはすごく嬉しいことでもありますし、僕らも頑張ろうっていう気にはなりますよね。なんかそういう作画的なリスクが高いこともあえて挑戦してやってるところは分かるので、それはちゃんと組んであげないといけないなとは思いますね。半田さんが思いを込めた手書きのテイストを殺さずに、いかに美しい画面に仕上げるか、山田さんの試行錯誤は続きました。すでに追い込みの時期、深夜を過ぎてからもまだまだ作業は続きます。急場の仮眠スペースを用意したものの、ほとんど使う余裕もないようです。連日連夜の泊まり込み作業、自宅に戻るのはどうしてもシャワーを浴びたい時だけ。疲労はピークに達し、作業は思うように進みません。坂本さんの足元に置かれた大量の紙ゴミ。車両が生み出す光のイリュージョンがどうしてもうまくいかないようです。見られたくないんですよ、捨てるってことはしてることですから。失礼しました。ひどいですよ。そして全ての原画が完成。半年の制作の日々がもうすぐ終わりを迎えます。お疲れ様です。2月14日。すごい荷物ですね。プロデューサー2人と吉成監督がフランスでの音作業を終えて帰国しました。今日が締め切りギリギリ、成田空港から編集スタジオに直行です。121だと思うんですけど、あと3カットきます。この小さなハードディスクに収められた完成映像、そこにこれまでの全てが込められています。5人にとってはこれが最後の仕事です。ではこれからご指導をしてお願いします。最後の質問ですけど、若手の皆さんは可愛いですか？まあそうですね。もうちょっと付き合い長くならないとあれかな。そうですね。まあちょっとまだちょっと若干交流不足というか。絵でしかコミュニケーション取ってないので、できるから続けてほしいなとは思ってますけど、この仕事、割と才能あってもやめてっちゃう人はたくさんいるので、一緒にものを作っていけたらいいなと、それぐらいの気持ちはありますけどね。